いや、そこしかない。ここしかない。よね。お？あの人たちの乗り物をパクったわ。最低。あれが鳴り始めると、サーバーが死ぬぞ。サーバーが死ぬぞ。あ、車取られた。車取られた。泥棒。あ、ここ感染してるとこか。ちょっとなんか、これがあれば。なんか石油王が偵察してる。じゃあ、見えない何も。終わった。終わった。めちゃくちゃ楽じゃねえか、視界不良が過ぎるけど。あ、シャッターブラスト2個入ってる、ここ。いる？もう。1個あげる。あ、つか、竜巻のところか、これ。ああ。あれ入ったらどうなっちゃうんだい？不思議な現象に巻き込まれて。不思議な現象。あ、これだ。モノリスじゃん。なに。おおおお、なんかもう、なんかすごい。これ薬物決めた人の世界ですか？封印を破れ。マップ見てもようわからんな。うわ。なんかこれ紫色のやつ殴ったら壊れる。あって、ディサイプルいる。他のプレイヤーが入ってるかどうかは分かりようがないな。ね、よかった、2パンチしといてよかった。敵レベル2だね。てか、ボスめっちゃいるんだけど。ミミックもいる。あれ弱っ。俺、脳死つけといてよかった。黄色ピン立ってるから、回っていくか。こっちから行くか。うん、でもな、封印を有効化ってあるけど、あ、封印付近で、ああそういうことね。ああそういうことね。あ、ゾンビ来た。はい。ああ、なんだろう、あのゾンビから、あの魂が出てきてるから。あ、それは悪どい。なんかここに幽体化してるドラム缶がある。あ、どんどん昇天させろゾンビを。あ、溜まってる量は見えるね。ああ本当だ、ミミックいるやん。やぶねえ、助けて。あ、いいこと見ついた。あ、死んだわ。あ、ちょ、ゾンビ、おい、やばい、死ぬ。最低。これ、パンチなし武器できたらすぐ死んじまうな。終わる。このフィールドにパンチないよね。わからねえ。これ結構魂いるよ。あ、やばい。ミミック2発でやるよ。強すぎる。レネティブミミック。おお、終わり。何これ。見てこれ。あ、消えた。肉の塊。とりあえずこれでいいんだ。え、これ捨てちゃうの？いらない。弾補給できる。まあとりあえずこれを全部やってきゃいいのね。あんまり外にいるゾンビと戯れてる暇はないわ。うん、オッケー。さっさと封印。あ、ここは簡単だね。今アーマーねんだもん、やめて。アーマーねんだわって。よしよし、ゲット。火は何だ。
この中でちゃんと倒せよってことじゃない。そうなん、そんな気がする。いや、わからんけど。助けて。シンバルモンキーくらい。あ、マングラ仲間になった。これだったら一人でやってる方がトレインとかやりやすくね。まあそれはそうだけど。じゃあ別の場所のピンちょっとでやってきていい？大丈夫か？と思ったけど別の場所のピンが映ってねえから無理だわ。そこのあの任務は一つまでしかできないっていうところは元のフィールドと同じなんじゃない？だね。ちょっと待って、アイテムボックスはどうでもいい。ドアまた来た。ゾンビたくさんいるからフィールドアップグレードすぐたまる。ああ、勝て。お、大丈夫か。大丈夫。あれ、今度は赤い。こっち。オッケーオッケー。60何メートル。ゾンビと戯れてる場合じゃない。そう、こいつら知らん。あ、パッカーパンチあるやん。それはいくら？あ、レベ3パック。あ、パンチ。マジ？これ1万5000円だからね。もう待て、これ。マルチのマップじゃねえか、ここよく見たら。モダン2の。え？あー、だよね。じゃあ DMZ にあったあの城じゃん。そういうこと。使い回しですね。微妙に横移動するのやめてもらう。ゾンビ中で倒さないとダメだよ。魂が多分。わかる。わかる。わかる。デカブツ来た。あ、ディサイプルも来た。ちょ、攻めえな。ガチですね。エネルギーマイン。あー、マジか。この階段で倒しても範囲外なのか。じゃあこの下しないとダメなんだ。ちょ、なんかスタックしそうで怖いわ。ねえ、あ、本当にそれ。あ、まあちゃんと巻いとかないと。いや、犬邪魔くさ。エネルギーマイン。エネルギーマイン持ってきといてよかった。あ、インスター。インスター。ゾンビをあのその辺で撃ったらいかんのかも。ある程度近づけないと。うん、アーマーにインスタが効かない。すごいぞ。オッケー。じゃあ次行こう。あのさっきから封印破った後に表示されてるアイテムには目もくれず。なんかのストーリーアイテムかもしれんのに。いや、だって触れないじゃん。まあ触れないけど。おお、もうモダン2マップじゃねえか。ちょっと待ってね、これね、ゾンビ起きて封印触れねえ。ちょっと待って。任せろ。はい、触った。ナイス。ここソロでやるのはきつくね。うん、きついと思う。なんなら3アーマーじゃなくて3武器があってもいいぐらいだわ。うん。つうか、なんか範囲がどんどん狭くなってる気がしないでもないんだけど。いや、わかる。ああ、危ねえ。でもこんだけ数がいたらなんとかなりそう。ちょっとディサイプル倒さんといかんかも。あ、やったやった。オッケー、あ、もう一体いる。いて、ちょっと待って、俺当てれない当てれない。エアスト呼ぶわ。うん。あ、ちょっと待って、ずれちゃった。あ、まあいいか。オッケー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 。
リサイクルいったら強化されちゃうよ。いやー、わやじゃ。ちょ、鬼のディサイプルの数なんだが、2体いる、またフルアーマー、いいね。あ、待って、これいいかもしんねえ、いいこと思いついたわ。何、ちょっとディサイプル5体いるが、いやー、これだ、段差に登って着地爆発やれてるやれてる。あ、エアストゲット。ちょ、数えぐい、マジで。あ、ちょ、マジ死ぬ。あっぶね。オッケー。であ、脱出。え、終わり終わり。え、終わり、なんだ、待って。え、なんか他にもまだ何かありそうな気がしなくもないが。あれは？え、何あれ？なんかある？何これ？あ、あれだ、あの、ジャンプできるんだよ、これ。ジャンプだ。ジャンプしてみる？よいしょ。ちょっと上から見てみて。これ上に浮かんでるやつ乗れねえかな？まさか乗れそうだけど、上から見たらそんなに広くないな。あ、弾かれたね。あそこに、あ、何、おおおおおおお、ボスやん。ボスかよ、でっけえ。なんだこいつ、気持ち悪い。あとなんかたまたまめっちゃいるんだけど、え、なんか弾壊さないと一生ついてくるんだけど、じゃあ壊そう。いてえ、これアーマー管理が忙しい。わって、こいつ硬すぎじゃね。あ、ちょ、弾いるアーマーは、まあ、あと3個しかない、巻いとけ。いや、あの弾にどうせ壊されるからいい。まず弾を壊した方が良さそうだよ。弾はね、雑魚武器でもいいんで、当てれば壊れる。こいつ硬すぎじゃね。あった、はい、あ、弾だ。あ、どこ行った。いて、弾が襲いかかってくる。これ本体弱点ねえか、どっか。あ、食われた。あ、ああ、あ、もぐもぐされてる。じゃあ、ちょっと。わかんねえ。早く。オッケー、逃げろ。はい。あのね、体で紫に光ってるところがあるじゃん。いや、また食われたんだけど。ちょっと回避しようなくね。ちょっときついよ、俺今何もない。いて、ちょ、死ぬ。全然減ってねえしな、あいつ。ここむずすぎじゃね。レベ3パンチしないと無理じゃん。しかもさ、これここ来てからでもさ、あの時間引き継いでないからさ、割とゆっくりしてきてもよかったかもね。ああ、なんだ、食われた。あれ、それ食われんの回避しようないよ。ええちょ、舐めてたわ、ここ。あとね、持ってきた武器がダメ。わかる。圧倒的に持ってきた武器がダメ。ここはあの、こいつを倒すっていうことが分かってれば、もっと強力な武器を持ってこないとダメだ。
あれ、なんかね、クロスボウ最強らしいって聞いたから塗ってきたいんだよ。はい、手直しましょう。これ近づいたら出てきた？うん、マジで近づいたら出た。来た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 。出口をもうバーンするやつね。OK、高台引くよ。高台引いたら？消えてん。え、嘘？逃げんな。でもなんか潜ってる潜ってる。潜ってる。あ、本当だ。あの紫のところが弱点。ああ。あ、なんか目に見えて減る。そうだね。俺らクソ雑魚すぎたな、さっきの装備は。これなら周りのゾンビに注意しつつ。そうだね。いけると思うよ。早く出てこい。早く出てこい。隠れてないで出てこい。おお、なんかこっち来てる。こっち来てる。こっち来てる。え、でもどこまで来れるの、こいつ。海岸から脱出できねえんじゃねえ。あ、出てきた。あ、ゾンビ食われたぞ、今。回復してるよ。あ、ほんとだ。あ、弾がやってきた。吐き気打ってるし。あれさ、潜ってるところを撃ったら出てくんのかな。どういうことなんだって。あ、とりあえず撃とう。弾がな。弾がなくなったらゾンビ倒して増やすしかないな。まあ、あいつは少なくとも海岸からこっちには来れないのね。ぽいね。だけど、なんかこっから戦ってたらラチ開かなくね。わかる。ちょっと近づく？近づくか。ここ行こう。全然出てこない。あ、弾があるぜ、あれ。弾全部壊さないとダメなんか。あれはすぐ壊れる弾じゃないな。やべ、近づきすぎた。つけろ、食われるぞ。全然出てこねえ。全然出てこねえな。あ、出てきた。あ、ですぐ帰っちゃう。なんで？ね、あれなんだろう、消えた。ある程度距離を保ってると、そもそも攻撃をしてこないのか。あ、タレットあるー。いいじゃん。あ、できた。急所を打つのむずいな。ねえ。あ、ゲロってる。痛い。危ない。え、ちょっとエアスト打ってみよう。顔ではないんだね、弱点。あの、光ってるところ。ゾンビキルがすごい。あれ、どこ行った？これタレットここにあるの分かったから、回路必須だわ。そうだね。そっち。ちょっと待って、ちょっと近い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 
ああ近い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 。ああ近い近い近い。ちょっと一回中に引くね。俺はもうアーマーねえんだよ。俺もない。あ、出てきたか。おわお。あ、左下ハゲてる。危ない危ない危ない。ちょっと俺今ヘイト向いてる。今ダメージ出してるけど、いや弾だよ弾。回復回復した。あとちょい。ハンサムにする。あー危ない。いいで。あーやった、ナイス。おお。おお汚い。あ、ちょっとゾンビ来てる。何をしてんだろう。金マガジンを変える。あ、使っちゃった。使っちゃった。何が出たかわからないじゃん。あ、自己相談。あの二段階パッカーパンチ。もったいね。いやでも問題はこっちだよ。なんかいいもの入ってんじゃないの。え、なにこれ、日記クエストアイテムじゃねえか。帰ってきやがれだって。あとなんか黄金の頭蓋骨手に入れたの。え、俺1個しか入ってなかったよ。5000円。あ、1個だけ。ああ、まあまあまあ。ハンドガンって言ったらダメ。そうよ。誰だこいつ。誰だこいつ。あれ、バイオエイトのあれじゃない、あの。え、そういう。誰だっけ。イーさんの娘。これゾンビストーリーって全部つながってるんだっけ。いやそれはわかんない。いや4章の扱いだからさ、プレシーズンで1章から3章までクリアしとかんと話わからんってやつ。うん。わわわわわ。あ、感染しちゃうよ。近い。あれ今ウィーバーっていたよね。ウィーバーいた。ビオにいたよね。あーわかんない。ビオのキャンペーンにいたやつだよ。つつ俺ビオはやってないからわかんないや。なんでやねん。いや、でこの日記は結局どうなるんだ。ハーカードがラッチャー持って。あれ？おい、なんで？ちょっと、地面スレスレすぎて、開かなかったパラシュート。またパラシュート不良かよ。
定期的にやってくれるな。自己相も今ねえし。ほら。あ、神、神、神。最大の敵はゾンビじゃないと。パラシュート。俺なんか普通にちょっと倒して。帰ろうぜ。帰るか。死んじゃうよ。ちょっと俺乗せて。早く乗ってくんない？ちょっと乗れない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 。ちょっとちょっと。やばすぎ。普通のゾンビだけじゃなくてネームドゾンビも増えたんじゃないかな。中ボスも出てくるように。ゾンビで乗ってくるな。あれ回収ヘリ乗った時にカジミール投げた方がいいんじゃね。ちょっと投げるの早かったな。うん。多分このガソスタでしょ。一応傭兵いるけどここに使うのもったいなすぎる。もったいないね。4人しかおらん。うん。マガジンを交換するがそこに隠されている。開けてみてくれ。え？貨物車両？ない。貨物車両がある？え？何を言ってんの？おい、なんか今バグり散らかしてる。何を言ってるのかわからねえな。待って。荷物を運べとは言ったが、車があるとは言ってない。足ふざけてるわ。初めてでは開けてなんもねえの。